はい、格闘ニュース、ゾウの雑白です。斉藤豊チャンピオンが牛久潤太郎に絶対勝てない3つの理由についてです。今週末、いよいよライジン31が行われます。メインイベントはライジンフェザー級王者斉藤チャンピオン VS ディープ王者牛久選手です。ここでは斉藤チャンピオンが絶対に勝てない3つの理由を解説していきます。一つ目の理由は苦手なファイトスタイルです。過去に斉藤チャンピオンはフィジカルの強い外国人に押し込まれ2敗しています。斉藤チャンピオンは距離をとってステップを踏み、相手をよく見て綺麗な打撃を入れていくオールラウンダーのファイトスタイルです。ゴリゴリと被弾覚悟で距離を潰し、押し込んでくる相手を苦手とします。牛久選手は柔道出身で、短い手足で頭から突進し、テイクダウンから削っていく、ちょとつ猛進のファイトスタイルです。両者とも173センチの身長とプロフィールにありますが、だいぶ牛久選手の方が低いと感じます。しかも牛久選手はリーチが170センチの手足の短いリアルふなっしーパワーファイターです。綺麗にバランスよく戦う斉藤チャンピオンが苦手とするファイトスタイルなのです。二つ目はサウスポーです。牛久選手は柔道出身を生かしサウスポーで戦います。サウスポー相手には打撃のオフェンス・ディフェンス、テイクダウンのオフェンス・ディフェンスともにいつもの大外相手とは変えないといけません。試合が決まったのが3週間前なので、十分な対策はできなく、斉藤チャンピオンがより不利となるでしょう。3つ目は、この3週間のショートノーティスです。斉藤チャンピオンはバランスの取れたオールラウンダーで、逆に言えばこれといった武器がありません。相手に合わせ戦略を練り、自分の戦いを正確に実行していくことで勝利を近づけます。逆に牛久選手は組んでテイクダウンして削るという一点突破のファイトスタイルです。ショートノーティスでもそこまで戦略は変わりません。しかも K1 王者排出ジムパワーオブドリームで打撃を磨いているとのことですので、パンチの精度が増しているでしょう。斉藤チャンピオンは遠い間合いから強引に組みに来た牛久選手にノーモーションの右ストレートを合わす攻撃を軸にすると思われます。牛久選手はその右ストレートを誘い、逆に前手の右フックを当てることができるかどうかが勝負を握るのではないでしょうか。ファイトスタイル、サウスポー、ショートノーティスと、この3つの理由が牛久選手が勝つ理由です。おっと、忘れていました。今回は斉藤チャンピオンにはセコンドに初めて石渡塾長がつくことになります。東京農大柔道部出身でサウスポーの石渡塾長がセコンドにつけば、サウスポー対策も万全です。塾長の我が輩が塾長であるの一言で斉藤チャンピオンがギリギリ判定勝ちするのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ日本一早い格闘ニュース毎朝7時をご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。